保章寺は、大阪市中央区中寺にある日蓮宗の寺院。三号は、新御山。九本山は、京都明覚寺、塩市方園。慶長三年新御院筆診により創建された。安永二年に首郎が混流された。幕末から明治にかけては、薩摩藩御用商人、薩摩や藩米の介護を受け、新選組に付け狙われた、坂本龍馬が保章寺に身を隠したり、 第1ボードウィンが偶居として登入するなど流星を極めていたが、昭和20年3月13日の大阪大空襲で、主労堂と正大堂を残しすべて消失した。昭和20年11月15日栗を建設。昭和25年11月栗を延長建設し、仮本堂とす。昭和27年6月、中寺、妙徳寺の通用門を譲り受け、三門復興。 昭和37年2月に本堂再建され、平成元年繰り客殿混流並びに大国道を混流。平成10年釈迦堂混流。平成16年30番神誕生、平成17年5月に陽門混流。平成24年本堂再度再建、伊勢神宮式年遷宮、出雲大社式年遷宮の平成25年首老の大修理を行う。 平成28年5月7面天女を誕生して戦後復興炎上。ありがとうございます。